レミとミとミョー、アニュアセヨミアミラー、こんばんは、ミョーこと宮崎美穂でーす。はい、というわけで、先日ですね、しゃべくりセブンに出演した時に、ま、テーマが韓国版の県人会ということで、韓国のいろんな、ま、ソウルのね、おすすめスポットとか、今熱いね、場所とかを、番組内で紹介する内容だったんですけれども、私的には、まだまだまだ紹介しきれていない、皆さんにおすすめしたい、今熱いスポットがあるので、今日は、ま、しゃべくりセブンの延長版みたいな感じで、本当に今熱い韓国のソウルスポット3選をご紹介したいと思います。まあね、これから旅行に行かれる方とかね、ちょっと初めて韓国行くけどちょっと違うところ行ってみたいという方はぜひ参考にしてみてください。ロンゴゴシン。はい、というわけで、一つ目はですね、こちら、じゃじゃーん、ウリン・ファン・ソ・コプチャンでーす。ウリン・ファン・ソ・コプチャンは審査駅の、8番出口からが一番近い行き方になるんですけど、牛ホルモンのお店です。で、私これ初めて行ったのは、久しぶりに韓国に住んでる友達にご飯行こうって誘ってもらった時に、そのお友達が最近ここめっちゃ美味しいからここ行こうって言われて行くことになったんですけど、実はもともとちょっとコプチャンとか、まあ、ホルモンが私苦手で、ちょっと半信半疑で行ったんですけど、このお店のホルモン食べて私ホルモン克服してもう大好きになったんですよ。私たちがいつも行ったら必ず注文するのはモドゥンクイですね。でモドゥンクイは全部お肉全部のなんか盛り合わせみたいな感じなんですけど、これが、1人前で25,000ウォンです。2人で行ってとか4人で行ってとかで2人前食べたりとか、3人前食べたりとかで、まあ、大体、まあ、5万ウォンぐらいなんですけど、もう本当にびっくりしますよ。コスパが良すぎて、バンチャンって言ってこう おかずがたくさん出てくるじゃないですか、韓国料理屋さんに行くと。お通しというか、でそのお通しがなんとネバ刺しと千枚刺しです。すごくない？もう無料なんですよ、これ食べ放題で、何回おかわりしてもいいし、で私も日本から友達が来た時はもうここ連れてったらもうマジで美味しいみたいな感じで超高評価で、でそのホルモンも本当にプリプリなんですよ。テちゃんとかコプちゃんとかいろいろ種類あるんですけど、とにかくテちゃんがやばい、マジで美味しい。もうね、最近韓国のモッパン YouTuber さんの間でこうテちゃんをさ、もうこんな太いやつさ丸ごと1本食べるみたいな結構動画皆さん見かけたことあると思うんですけど、そのテちゃんがもうこんもうプリンプリのテちゃんを食べるともう本当に美味しいから、もう皆さんも絶対食べてほしいのと、やっぱりこうホルモンを食べに行ったら最後の締めはポックンパブですよね。もうこのポックンパブやばいですよ。正直結構こう大盛りというか盛り盛りでね料理を出してくれるので、うわもうこれちょっとポックンパブ食べれないんじゃない、お腹いっぱいすぎてって思ってたんですけど、本当にどんなにお腹いっぱいでも食べれるので、もう皆さん本当に私の超おすすめで、お店のサジャンニたちももう本当に優しいし、店内もね結構家庭的な感じですごい癒されるので、ぜひホルモン好きな方、そしてちょっとホルモン得意じゃないよって方も絶対食べれるようになるので、ぜひ行ってみてください。それでは二つ目はですね、うどんちょんというお店です。これアックジョンロデオの、5番出口が一番近い、最寄り駅になるんですけど、こちらサムギョプサルのお店ですね。ここはなんと数多くの芸能人の方もよく訪問される本当のサムギョプサルマッチという感じで、紹介されたことがあると思うんですけど、ここはですね本当に人気すぎて、週末とかだともうウェイティングしないと入れないです。
まあ、ウェイティングっていうのは事前にねお店に訪問してこう電話番号を登録して順番が来たら電話がかかってくるっていうシステムなんですけど、私も週末に行った時はご飯時の時間はね入れなくて、でウェイティングして、まあ、夜の9時とか10時とかちょっと遅めの時間にやっと入れたみたいな感じで食べに行ったんですけど、もうとにかくサムギョプサルが本当に美味しいんですよ。女の子でも多分3人前ぐらい食べれると思う。本当にペロッと食べれます。めっちゃ美味しいです。で私が好きなのは結構お店の雰囲気が良くて、ちょっとなんかテラス席っぽいところがあって、私はそこがお気に入りでね、そこでお肉を焼いてソジを飲んで、もう友達たちとね美味しいお肉を堪能したんですけれども、ここのチゲも美味しいです。もうやっぱサムギョプサル食べたらやっぱテンジャンチゲとかキムチチゲね絶対オーダーしてください。本当に美味しいです。はい、そして3つ目、最後はですね、もう私すごい驚いたことなんですけど、無人カフェです。はい、もうこれお店とかじゃなくて韓国行ったら本当にまあカフェが多いなってイメージがあると思うんですけど、もう最近また増えてるのが無人のカフェです。もうだから店員さんがいないのよ。店員さんがいないんだけど、その場で美味しいコーヒーが飲めますよっていうね、もう最近かなり店舗数増えてると思うんですけど、私もね韓国に滞在中に実際にもう行ってるので、今日はちょっとその映像をご覧いただきたいと思います。まあ、どうやって買うのかとかさ、どうやって飲めるのかとかね、皆さんちょっと気になると思うので、ぜひこちらの映像をご覧ください。どうぞ。안녕하세요。なんかね、最近ソウルでっていうか韓国でめっちゃよく見るんですけど、なんか無人のカフェとか無人のラーメンショップとかが最近すごい増えてて、たまたま今歩いてて見つけたんで、カフェで無人ってどういうことですか？で、わかんないからちょっと行ってみたいんですけど。2台あるんですけど、もしかして目に違う？うん、これは一緒だね。色違うからねえ、メニュー違う。どうしよう、何飲もうかな。アイスのハニーグレープフルーツティー買っています。バーキン、うわ、枯れた。見て、ここから出てくるんだ、すごい。気づいたこと言っていいですか？これほぼ自販機じゃない？もう無人のカフェとかじゃなくて、ちょっと待って待って、マジやばい、待って、ホットって来たんだけど。あ、わかった。これで氷入れる。ほら、できました。うん。なんて言うんだろう、カフェの飲み物っていうか、あれに似てる。日本でさ、カップで出てくるさ、自販機あるじゃん。あれですね、もうほぼ。なんかね、味は美味しいけど、まあそうそうな感じかな。無人のカフェとかが流行ってるっていうか増えてるので、今日はちょっと来てみて購入してみました。
またね。バイバイ。はい、というわけで今日は、しゃべくり7で紹介しきれなかった、まだまだ知ってほしいおすすめスポット3選ご紹介しました。こうね、韓国旅行とかだとさ、まあ1泊2日で行く方もいらっしゃるし、2泊3日とか結構短いじゃないですか。なのでやっぱりこう失敗してほしくない、絶対ね欲しいマッチ部に行ってほしいなと思ったので、今日ご紹介したお店は本当に間違いないです。そしてあのね、やっぱカフェもね、最近もう無人でも買えるよっていうね、あのシステムも本当に便利なので、今日の動画を参考にしてぜひ行ってみてください。この動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録、そしてコメントもお願いします。クロン、イマン、アンニョン。